ハーモニカ奏者の広瀬哲也です。今からご紹介するのはミスターコルの旅という映像コンテンツシリーズになります。私が扮するミスターコールという孤独な旅人が誰もいない世界をたった一人でずっと旅するという映像コンテンツになっています。誰にも会うことができないという寂しさからミスターコールさんはパッとハーモニカを取り出してバッと吹きます。それは何かの曲を演奏するというものではなくて、誰かいないかい、誰か返事をしてくれよ、こういう気持ちでハーモニカの音を鳴らしているという、こういうものになります。その映像を見て楽しんでいただくというものではありません。そのコールさんの誰か返事をしてくれよという音に対して、ご覧になっている方の自分のハーモニカで、おいここにいるよと返していただきたいんです。つまりハーモニカの音と音でやり取りを楽しんでいただく、こういうコンテンツになります。楽器の音でやり取りをするなんて、そんなこと言われてもすぐにできないよ、そう思いかもしれませんが、まあ、あまり難しく考えずに、おいと言われておいと返す、ハーモニカでこんにちはと言われて自分もこんにちはと返した、まあ、これくらいのニュアンスで受け止めていただければと思います。それでは今からさまざまなステップに分けてこのコンテンツの楽しみ方を紹介していきたいと思います。まずまだこのハーモニカを吹かれてない方にハーモニカの説明からしたいと思います。今から吹いていただくテンホールズハーモニカという楽器はキーによって12音階の商品が発売されています。その中で C のキー、これですね、ドレミファソラシド音階の C のキーだけをご用意いただきます。C のキーのハーモニカです。この1本だけをご用意いただければ OK です。まず初めての方もいらっしゃると思いますので、この C のハーモニカの使わない音を隠してしまおうと思います。1番から10番までハーモニカに穴があるんですが、この1番目の音、そして5番から上の音、これをテープのようなもので貼り付けてしまってください。つまり234と3個しか穴の開いてないハーモニカになります。ハーモニカは吹いても吸っても音が出る楽器ですので、3つの穴ですが音は6個ということになります。ですがここで登場するコールさんは吸う音しか使いません。つまり2番3番4番の吸う音3つだけでやり取りをするということになります。2番3番4番を吸ってみたいと思います。まとめて吸うとこんな感じになります。ではこのミスターコルの旅というシリーズのフォレストという作品について紹介をしていきたいと思います。何から始めていくかというと、まずコールさんが出している音と同じ音をそのまま返すというところから始めていただこうと思います。それではこの3つの音しか出ないハーモニカを使ってコールさんが出した音と同じ音で初めての音のやり取りをしてみたいと思います。はい、コールさんは今4番を吸って3番を吸いました。こんな感じです。はい、また4番を吸って3番を吸いました。今度は3番を吸ってから2番を吸いました。こんな感じです。今度はこの3つの音の中でさらに4番を吸う音だけに絞って音の響きだけで返事をしてみたいと思います。まず普通に4番の音を吸ってみたいと思います。
はい、この音を手を開け閉めして響きを変えてみたいと思います。手の開け閉めだけでこんなに響きが違います。例えばこれをパタパタパタと手を揺らします。はい、これだけ響きが変わります。今度はハーモニカの方に風を送ってみます。よく扇風機の前で昔遊んだ経験があると思います。あれと同じことをハーモニカでやりたいと思います。こんな感じです。今ご覧いただいたように4番の吸う音だけでも手の動きでここまで響きが変化します。この響きの変化を使ってコールさんの呼びかけに一つのハーモニカの音だけで返事をしてみたいと思います。はい、4番の開け閉めをやってみます。今度はちょっと手の動きを変えてみます。はい、今度は風を送ってみます。はい、こんな感じです。今度は今の4番の音で手の動きではなくて物を使って響きを変えてみたいと思います。例えばどこのご自宅にもあるこういうガラスのコップですが、こんな風に持っていただいて、こんな風にしていただくとかなり響きが変わります。今のコップを使った返事というのはほんわーほんわーほんわーなりますので、コールさんのこんにちはに対してこんわーにちわーは返すようなもんだと思ってください。例えばこれが素材が変われば響きもかなり変わります。これは空き缶になります。空き缶も同じようにこう持っていただいて、動画ですので分かりづらいかもしれませんが、素材を変えるだけでかなり聞こえ方が違います。こういうのも響きのバリエーションの一つになると思います。それでは4番の音だけでコップの響きを使ってコールさんに返事をしてみたいと思います。こんな感じです。ちょっと手の動きを変えてみましょう。はい、こんな感じです。では少し難しいことをやってみたいと思います。この4番を吸う音をちょっと強めに吸っていただくと音が変化します。この息の力によって音を下げる技術、これをベンドと言います。非常に難しい技術ですので、できなくても気にしないでください。このベンドができるようになるとコールさんのこんにちはに対してこんにちはというちょっと変わった返事ができるようになります。ではちょっとやってみましょう。それではベンドを使ってコールさんに返事をしてみたいと思います。こんな感じです。はい、少しベンドの感じを変えてみましょう。